今回はですね、 DOP 上場が騒がれた DOP ですけども、あれから数ヶ月経って一体どうなってるのって話ですけども、あんまり明るいことはありません。ご覧のようにですね、ぐわーっと下がっていって、もうね、売り圧力しかないような感じです。上がる見込みがないんですよ。で、この1年を追っかけてみると、さらにこういうふうな形ですよね。もう取り付く島がないような感じです。この DOP っていうのは、私もね、一応ね、プレリリースのお誘いを受けたんですけども、とても信頼できる方で、まあ、その方についておけばおおむね間違いないなと思う方なんですけども、今回はね、私の判断でそれを紹介するには至らなかったんですよね。これは必ずしも私に情報をくださった方を信用してないわけじゃないんですよ。この DOP に対してはそこまでのものじゃないなと私が判断したんですよね。で、結果私が考えた通りの方になったかなっていうことなんですけども、返す返す申し上げますけども、私にこの情報をもたらしてくださった方のことを疑ったわけではなくて、まあ、その人に対して100% の信頼とね、それから敬意を持っているんですけども、ただそういった方でも失敗がゼロでいけてるわけではないので、今回は知るにとどめておこうかなというところでございました。ビットコインの再来、体の枝の再来というふうな謳い文句で喧伝はされていたんですけども、私はそういうのを抜きにしてね、結局その上場前にプロモーションがあるコインは上場後に買いたい人がいなくなってしまうっていう、まあ、現象を何度も見ていたんで、強いプロモーションであればあるほど私はあまり乗り気ではないんですよね。で、まあ、久保さんに情報を留めておいてねっていうことでいただくようでしたら、これはそうだなとは思えるんですよまあそういったものもなきにしもあらずですからね、はい、で、 DOP の話に戻りますと、やっぱり上場前にね、積極的に10万単位100万単位でセールスを進めてくるものってもうすでに売れてないんですよね。1000万億円っていうところにもう市場がなくなっちゃったんで、小割りにして小割りにして小割りにして来てるんだと思うんですよ。で、判断の材料がそれだけであったってことではないんですけども、とにかく DOP に関しましてはちょっと先送りして、まあ、正解だったかなというところですね。上場後に買うことはいくらでもできますんで、あれだったら今買ったら上場前よりもお得に買えるわけですよ。で、なんでこういう判断になったかの一番大きいのが、このコイン月光を毎日見てるからなんですね。だって上場の情報って特にそうやって闇ルートで知らされなくてもね、ほらこのコインの上場なんて毎日見てれば、毎日少ない時でも3個5個多い時で10個20個上場してるわけですよ。で、毎日上場してるコインがどうなったかっていうと大したことになってないんですよ。そればかりが暗号通貨マーケット全体の時価総額を押し下げてるんですよ。さっきのみたいにね、押し下げてるんですよ。ってことは上場コインに期待するんじゃなくて、上場後にね、いろんな企業や、団体とか場合によっては国がですね、上場後のコインに対してどんなプロジェクトをつけていくかっていう上場後の動きを見ていった方がよろしいんじゃないかなと思います。例えばビットコインなんてそうでしょ。で、上場前に私たちはビットコインの波に乗れなかったわけですよ。でも上場後にこそ値段が上がってるでしょ。私が最初にビットコイン知ったのは2万とか3万っていうレベルで、今にビットコインは10万超えるよみたいな感じで、本当かいなって言われてたわけですよそれから数年後してね、200数十万になった時にテレビ CM が始まって出川ショックみたいな感じで値段が30万ぐらいに落ちたんですけども、その時点ですらね、まあいずれビットコインはまた10万円に戻るよ、20万円に戻るよ、100万円に戻るよみたいなこと言われてたんですよ。だから上場後にこそ私はね、チャンスがあるというふうに思ってます。上場前のコインにチャンスがないわけじゃないんですけども、そんなコインが10万とか50万を出し渋る人のところに来るわけがないと思ってるんですよねその前に数千万数億持ってる人が買い占めて終わりですよ。どうでしょうだってお金持ちがね、上場前のコインの情報を買い切れずに余っちゃったんで、さらにお金がない人に情報を渡してくるってこと、どうしても私は考えられないんですよね。で、中にはあると思いますので、信頼できる方とつながっておくっていうのは大事だと思うところでございます。
じゃあ今回はね DOP のことをお話したんですけども、ついでに行きましょうか。コイン月光上場コイン 14,754 個になりました。で取引所の数は変わらずに1205個、時価総額が340兆円ということで300兆円前後からは抜け出したかなということです。早くね最低ラインの370兆円まで回復してもらいたいなっていうところでございます。はい。でビットコインが930万円、イーサリアムが36万ということで、まあここは一進一退ですね。でリップルは80円に行ったり来たりって、これも一進一退なんですけども、今リップルの価格で言えば90円がマックスで、でどんなに下がっても、まあ、70円を割ることはないかなっていうレンジで考えております。それから体の枝50円以上の価格をつけていただければ、今はまあとりあえずは十分かなと。これが早くね100万200万でもいいんですけども、100円とか200円になってほしいものですよね。ね、300数十円という時もあったんですけども、あの時は随分とあれですよね、加熱しましたね金融がね。で柴犬です。もう柴犬チャンスがないとは言いませんけども、1万円の柴犬を買っておけば末永く夢が見られますので、そういった意味で言うとね、1万円の余剰資金がない方はこのサイト見てないと思いますので、ぜひ1万円柴犬買ってみてはいかがでしょうか。あの日本の取引所も買えますんでね、1万だったらねなくなってもどうってことはないと思いますし、で1万が全部丸々なくなることはないと思います。まあ最悪なくなって5000円残りぐらいになると思いますので、宝くじの感覚で買ってみてはいかがでしょうか。それでは DOP についてちょっとお話しました。